シェブロン選手権事前情報。現在の大会名に変わった2年前は4位、昨年も28位。コースはミッションヒルズ CC とザクラブ AT カールトンウッズと違うが、共に日本勢最上位になっているメジャー大会を前に、渋野日向子はそんなにいいゴルフができていない中で、何かきっかけがつかめたらと願いを込める。2週前の T モバイルマッチプレーを終えた後は、米国に残り調整。スイングやウェッジの距離感の確認に多くの時間を割いた。ここまで4試合連続予選落ちで、獲得ポイントはゼロと苦しい時間が続くが、その打開に向けクラブを振ってきた。先週の木曜日にテキサスに入り、土曜日、月曜日、火曜日、そして開幕前日の水曜日で合計2ラウンドを回った、グリーンが硬い。傾斜もすごいし、やっぱりメジャーセッティングにしてるな。こんな部分に警戒を強める。得意大会、とも言えるが、その意識について聞かれると、ないです、笑。特に覚えてないからという答えが返ってくる。1年前の記憶は、左手の親指付近に発症した痛みとも戦っていたこと。ウェッジとパターだけを持って、練習ラウンドをしていたことを思い出す。それでスコアが出た、トータル1オーバーから自信にはなったかなと思います。今とは、また違いますけど。ここは苦しい現状を乗り越える大会のようにも感じる。今、渋野日向子が掴みたいきっかけは、ショットに自信があまりない中で、グリーン周りでも気持ちを引きずってしまうことが多い。やっぱりスコアが良ければいいとは思うんですけどね。ただ内容も頑張りたい。ここまでの今季パーオン率は 56.94%、145位で平均パット数は 1.86、127位。平均飛距離は 255.21 ヤードとしっかり250ヤード超を記録し、フェアウェイキープ率も 76.79%、45位とまずまずの数値と言える。言葉と数字がリンクする。先週は練習の合間に男子メジャーのマスターズをテレビ観戦するなどリフレッシュもできた。やっぱすげえなって。シェフラーもすごかったけど、2位だったスウェーデンのオーバーグはアディダス、契約の選手で、プレースタイルもいいなと思いながら応援してました。結果的には4打差でしたけど、めちゃくちゃいいゴルフをしてましたよね。1月にハワイで行われたアディダスのイベントで会っていた24歳の新星の活躍が印象に残った。そして同じチーム、同じショットメーカーの躍進は刺激にもなる。2019年の AIG 女子オープン、全英を制したのはもちろん、その後も20年、全米女子オープン。4位、22年 AIG 女子オープン3位、そして2年前の今大会と、何度もメジャー大会で優勝争いを繰り広げている。大舞台には、縁もある、4日間しっかり戦って、いいゴルフが1回でもできるように頑張ります。全長6889ヤードのコースの中で、浮上へのきっかけを探す。渋野日向子、楽しみ、大舞台で復調のきっかけつかむ18日開幕シェブロン選手権。開幕を翌日に控えた17日、19年全英女子オープン覇者の渋野日向子はアウト9ホールを回って最終調整を終えた。今季メジャー初戦は、渋野日向子にとってはあっという間という感覚だった、もう初戦が来たかって。米ツアー本格参戦3期目、思うように結果を出せず、懸命にもがく中で迎える第1番となる。楽しみ、4日間しっかり戦って、良いゴルフが1回でもできるように頑張ります。今季ここまで5試合を戦い、直近4戦は予選落ち。だからこそ前週のオープンウィークは、ゴルフ面においても精神面においても、良いリフレッシュ期間になった。米国内に留まってスイングはもちろん、特にウェッジの距離感に比重を置いて練習に励んだ、ショットに対して自信があまりない中で、グリーン周りも気持ちを引きずってしまってったことが多い。思えば1年前は左手の故障で、十分な練習すらできなかった。その中で日本勢最高位の28位で終えたコースでもある。練習の合間には、男子メジャーのマスターズをテレビ観戦した。日本のエースである松山英樹の戦いぶりを目に焼き付けながら、2位に入った24歳の新星、ルドビグ・オーベリ、スウェーデンのプレーにも目が釘付けになった。歴代チャンピオンとして戦うのはすごく難しいことだと思う。
すごいメンバーの中で戦っているのはやっぱりすげえなって。2位のオーベリ選手も同じアディダス、契約、で、喋ってはいないけど会ったことがある。プレースタイルも良いなと思いながら応援していた。世界最高峰のマスターたちの戦いは何よりの教科書になったはずだ。今大会の名前がシェブロン選手権となって今年で3年目 ?22 年が4位、そして昨年が28位と数字だけを見ればこう相性の舞台に思える。ただし渋野日向子自身はポジティブな印象はないです。特に覚えてないから、手が痛くて必死だったしと笑った。結果としてやっぱりスコアが良ければいいなと思うんですけどね。内容もそれなりに、ちょっと頑張りたいな。今もきっと、必死に復調の糸口を探している。そのきっかけを、メジャー初戦の今大会で掴みたい。渋野日向子のファンは、彼女のゴルフプレーに対する期待とアドバイスを提供しています。一部のファンは、ウェッジに焦点を当てた練習が彼女のグリーン周りのプレーにどのような影響を与えるかに注目しています。彼らは彼女がドライバーの安定性を保つために努力する一方で、縦方向のズレを修正できるかどうかを見守るでしょう。他のファンは、渋野日向子のコメントに対して前向きである一方で彼女の複雑な心境も理解しています。彼らは彼女が再現性のあるスイングを身につける必要性を指摘し、彼女が予選を通過することができれば、それだけで希望が持てると信じています。一部のファンは、彼女が笑顔でラウンドする姿を見たいと望んでいます。彼らは、彼女の復調を期待し、彼女の努力と忍耐を称賛しています。しかし、一部の批評家は、渋野日向子の結果に対して厳しい意見を持っています。彼らは彼女の実績や能力に疑問を投げかけ、彼女がメディアによって過度に注目されていると感じています。一部の人々は、彼女が他の日本の選手よりも多くの注目を集めていることに疑問を投げかけ、彼女のプレーに対して冷静な見方を求めています。それでも、ファンの多くは渋野日向子を応援し、彼女が前向きで明るいプレーを見せることを期待しています。彼らは彼女に対して、予選を通過し、最高のプレーを見せてほしいと願っています。ファンのコメントには、日向子への関心や彼女に対する見解の多様性が反映されています。一部の人々は楽観的であり、日向子に向けたアドバイスを提供しています。彼らは、彼女が最高の結果を得るために技術と精神面の改善に焦点を当てるべきだと考えています。一方、他の人々は否定的な意見を持ち、彼女の能力に疑問を投げかけ、特に彼女がメディアの注目を集めていることに対して懐疑的です。しかし、大多数のファンは、日向子の成功を願い、彼女のゴルフキャリアでの前向きな発展を期待しています。